方角の方角始まりました。片山です。私は現在手話歴1年8ヶ月目なんですけれども、これまでね、1年8ヶ月やってきていろいろ勉強してきましたので、今回はですね、どんな風に勉強をしてきたか、また勉強してきて何が大切かを自分なりに考えた内容を公開してみようと思います。あまりね、聴者の勉強法を公開している人もそんなにいらっしゃらないので、手話一緒に勉強する頑張れる人いたらなっていうふうに思ってこの動画を公開するに至りました。これね、別に効率とか、あとは最短で完璧にとか、そういうものではないです。なのでこれが正解というわけではないっていうことだけ念頭に入れていただけたらと思います。ぜひ参考にしていただけると幸いです。まず私、週に1回オンラインで手話の授業を受けています。その時にいつもメモしているノートがあるんですけれども、それがこちらです。こんな感じでババババーっとびっしり手話が書いてあります。懐かしいですね、こうやって見ると。最初の方とかにちゃんと綺麗に書いてたんですけど、最近のはあんまり綺麗じゃないですね。ノートを取る目的なんですけれども、主に記憶と整理です。絶対ね、私忘れちゃうので、ちょっと待っててくださいって先生に言って、こう書きますって言って、こう速記で書いてました。ちなみに手話講座は前回の復習から始まるので、その時にこのノートを見返したりとかしています。次にね、当事者ととにかく話すってことを徹底的にやっていました。週1回の授業だけではなくって、とにかく当事者と話すことが大事かなというふうに思っていたので、うちの会社には手話を日常的に使う人が5人いるんですね。1週間に1日は必ずレッスンとは別で手話を使う社員と手話でお話しする機会があります。ぜひね、近所に手話サークルとかあったら行ってみてほしいなって思っています。やはり教科書をなぞる、会話じゃなくって、実際に手話で会話するのが大事だなというふうに思います。次に手話を見るようにしています。少し上達してくると手話ニュースとかも楽しくて見ているんですね。まだ私はあんまり読み取れてないんですけれども、シャドーイングで真似したりしています。他にもツイッターなどで当事者が手話日記を上げてくれたりしているので、そういうのを見たりしています。ここで私が心がけているのは当事者の手話を見ることです。日頃から実際に手話ネイティブの方が使っている手話を見た方が、あ、こういう表現の時にこういうやり方をしているんだとか、あ、こういう時にこういう表情を使うのねとか、そういうのが分かるからいいかなというふうに思います。ここまで私の今やっている勉強方法をご紹介したんですが、そこで私がこの3つを通して大事だなというふうに思うことがあります。それは語彙力や経験なども大事だとも思うんですけれども、私は聴者が手話を習う上で大事にした方がいいと思うのは表現力だなというふうに思っています。私はこれに気づくのにおよそ半年ぐらいかかってしまいました。語彙を覚えても先生の手話とはなんか違うなっていうふうに思っていたんですよね。それは顔の表現がきちんとできていなかったからなんです。喜怒哀楽もそうなんですけども、例えば生地の厚さを目を見開いて表現したりですとか、私たち聴者って思ってるよりもずっと無表情で喋っているんですよ。なのでどのタイミングで表情を豊かにするのかっていうのがあまり分かっていなかったんです。ここに気づけるかどうかで一気に手話のレベルがぐんと上がるんじゃないかなというふうに私は思っています。私も1年8ヶ月で今やっと日常会話レベルの手話はできるようになりました。これからもレッスンをたくさん頑張って、当事者とどんどん話してみんなの手話を見たりしてもっと頑張りたいなというふうに思っています。一緒に頑張りましょう。
今日の動画が良かったと思った方は、ぜひグッドボタンを押してください。よかったらあなたの手話勉強方法もコメント欄で教えてください。一緒に手話を頑張りたいと思った方は、チャンネル登録をして、一緒に手話を頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。